始まりました。ザンノイシーズ s e <laughs> s a m a z o n プライムでこんなビデオが見れますのコーナーでございます。今回もお届けするのは私ですこと北山と。よろしくお願いします。花粉症ですかいや、始まりましたね。始まりましたか。まあ、大阪はいい。ああって。ねあのー、あれ何でしたっけ綾波のなんかゲームみたいなやつで。 うん、冬月がこう急に碇真珠を助走させるシーンありましたよね。<laughs> で「おおゆいくんゆいくんそのものだ」って言って <laughs>「ああ冬月も狂ってるんや」っていう「俺なんでこのルート選んじゃったんやろ」っていう <laughs> なんかゲームそで、ね、狂ってる感じですよいや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 なんですかあの公式のゲームおかしくないかと思って <laughs> まあでも昔はでたらめですからね。ね いまだにこう語られるようなものになるとは思わなかったでしょうけど<笑><笑>まあねすごいですよでもね、うん、周りでアニメなんて見ない人がねなん,なんかどこで見られるんか持ってますかみたいな聞かれたことありますからねああそう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 そかった。わ私の時はその時もうそのそう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 そでも、うん、レンタルビデうとうっていうのがそう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 そっそうそうそ こう出だしたじゃないですか、うん、エヴァンゲリオンとかパッ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 って出だしたら、うん、まあすごいレンタル回転率でしたよねですよねうんもう行ってもほとんどレンタル中で全然見れねえなみたいな <laughs> そしたらなんかねもう謎本がいっぱい出始めてそうですよエヴァにはこんな謎が実はこ,これはこういうことを意味してるんじゃないかみたいなね <laughs> <laughs> 頭のいい人が深読みしすぎちゃってまあ今に通じる流れですよねこれ。 <laughs> そうですね。うんで、まあそういうことをね。深く考えずに amazon の人もなんかバシバシ上げてるものがいっぱいあるんですけど、えーえー、ただ中身最高やったっていうねえー。今回はこれを語りましょう。ベストオブメン人間の最高です。よ<っ>もう全くですよ。だから。 小杉さんにベスト・オブ・メン人間の最高を見といてくださいのキーワードだけで検索をかけてあらすじもそのあれ表紙の写真もほぼ見ることのないままカッと押したんで <laughs> <laughs> 何の映画かさっぱり分からず入りましたんで。 まあ正しいですね、うん、だからえっとまずこれを見たいなこの僕のねファーストインプレッションのこの口の感覚だけでおこれはなんか北山は今日はノリノリやなって思ったらここでそっとボタンを閉じて YouTube とかねあのノートで見るのはもう,やこ,うこれ聞くのはやめてくださいそしてそのベストオブメインに行った方がいいぐらい <laughs>、ええ、それぐらいこれ情報いらないもういらないいらない中途半端に変な情報知ってたらもうこの映画の 後半？へこんなことになってくのっていうのがもう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 だってひどいのはあらすじとか読んだらもうそこまで変えちゃってるんやもんいっちゃん最初にあすごいシンプルな話ですからねそうですよだから感動も何ももう来ないっすよ うん、ということで、このあと、ここから喋るのは、割合ネタバレを含むっていうか、まあ、ネタバレを含まないとこの映画喋れないんで <laughs> あ<の>、<laughs> そういうことをやりますんで、はい、あの,あのところね、はいあの、数字を見る限り、なんか、非常に定評な低、低空飛行の回数ですからね、この企画。いやー、でも、まあ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 、あの心にはね、こう突き刺さるいい映画だと思いますよ。あのこの間、ね、ワンンンチャンピオンシップで 買っっっったたた青木が言言てててましたよ、うんええ、俺たちはいやいやだからあの深くね刺さるようなだからライジンとかを、まあ、あの人は年末に見てでこういうので格闘技とかって言うんじゃなくてもう見る人が少数であっても深く刺さる試合っていうのをやんなきゃいけないんやなって強く思ったらしいんですよ。なので今回は 上の階級からやってきた、言ったらバケモンみたいなやつですよ <laughs>。ほぼね、いっぱいしてるけど、それっていついっぱいしてるのか分かんないんですよ。ビデオに残ってるやつは買ってる映像しかないような、12勝いっぱいの男がやってきて、しかも体重的にはもう青木より全然上の階級から来た人間で、どう考えても青木は勝てないとなってたんですけど、その下馬評をね、ひっくり返す。 あののんででも大技のオンパレードですよいやーやばかったっすからねあれねダイジェストで見ましたけど <laughs> いや,ーいやダイジェストというかもう始まって普通に試合見てもほんとあっという間う、ね、あのうん出来事でしたね相手ももう何が起こってるやらっていう <laughs> あれ後ろに。 あれってなってるうちに首がグュッグュッ,グッ,グッ,グッっッッッてきたんであかんあかんあかん俺もう死んじまうって言って <laughs> ペ,シペシペシペシってああ判断早かったっすよ最後完全にかかった時首がありえないほどこうやって力かかってましたからね <laughs> <laughs> あのそうっすね首とか相当鍛えてる人やと思うけどまってましたからねこれでもあこれやばい早く早くもうギッ <laughs> まずいよって感じになりましたからや。やばいですね。だからまあそういうね、普段プロですよね。<う>あの普段、これはちょっとやばいって力が勝った瞬間にギブアップしましたからね。ああ、ああ、あ強い証拠ですよ。あの、痩せ我慢しないです。本当にやばいやつが来たときは <laughs>、ここで俺終わったあかんなって思うから、プロですから、こう、トントンって、ちょっと今日はやめやめやめ,やめってね <laughs> や。やばかった。はいね、ああいう刺さるものはやんないと。いだからノイジーズもやっぱりこの刺さるシリーズはやっぱ必要ですよ。 視聴者数が少なかったとしても<ー>この心に残る映画をね語っといた方がいいと。アマプラはね、本当にあの、まあこね、北山さんにこういうのちょっとやりましょうって,って投げかけてから自分でパーッとリストアップしたものどんどん今見て、見てるから<あ>北山さんが、また、またですかあなたみたいな,な <laughs> <laughs> いやいやいや、もうどんどん来るなってなってますよ、今。<laughs> まあ本当にアマプラは別にもう500月々1か0円ぐらいじゃないですかそうですもうね本当にあの生理能力がない古本屋状態ですからいやー本当にあのどんどんこう掘ってみていったら何本あんねんっていうぐらい映画あるんますよあ,あこれはあれですよネットフリックスもまあまあ多いとは思うんですけどアマゾンプライムが一番整頓されてないですよね いや、整頓されてないですね。一番適当なお店ですよ、ここ。で、うん、だ平積みになって、なんか、かがんで、一段、あの、一番平積みされてるのを動かすと、その後ろに本棚に入って、また本があるみたいな。そう <laughs> そう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 。<laughs> 本当にね、僕、あの、要塞警察とか、なんで入ってたのと思って、<笑><笑>びっくりしましたよ。いや、<laughs> いや好きな人にとってこうやってザーって見て、リスト見てると、結構、うん、なんか、面白そうな映画があるんですよ。そう,そう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 。いや、要塞警察なんて、 もうみんな DVD とかブルーレイとかすっごい高くなっちゃってて、うん、ねオークションとかで今でも探してる人いっぱいいるけどいやいやいや実はアマプラで余裕で見えんすよっていう <laughs> すっごいあの要塞警察って検索をするだけで出てくるんですけどでもねみんなそこにまず思い当たらないじゃないですかまあもう普通のね有料の,あのもの見てる大体親切に大体おすすめを。 流してくてくれれれますからそに乗っばねいやでも乗ってこない乗ってこないだってネットフリックスだったらベスト1から10までネットフリックスオリジナル、うん、で新のアニメこれですドラマこれです映画これって <laughs> しかも評価が高いやつボン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 流してくるじゃないですかそうそうそうであなたとのマッチング度とかねいろいろなんか思考 <laughs> で考えてくれる 67%, 67、うん、どうしようかみたいなこと <laughs> 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 アマプラは何もやってくれませんから いや僕今、うん、あれですよ、デンゼル・ワシントンのやつだけ、98%、97%とか <laughs>、<laughs> 全部デンゼルしか上がってこなくなっちゃって、ね、<laughs> ネットフリックスが。頭おかしいな、このデンゼル推しって思いながらも、デンゼル推しちゃいますけどね。ということで、えっと、今回のこのベスト・オブ・メンなんですけど、これは、まあ、トゥルー・ストーリーっていうやつですよね、いわゆる実話をあのちゃんとベースにした物語でありますということで、うん、第二次世界大戦後にね、 あのまあもういっぱい負傷兵たちがいるんですけどそれで特に、えー、腰の骨をいっちゃった人らですよね、うん、も,うもう体がだから動,動かない、うん、状態になっている人たちっていうのに、まあ、もう鎮痛剤とかねもう安定剤とかもう薬だけ打って安楽させてやろうみたいなそういう病棟が、ね、あるわけですけどそこに送られてきた医師っていうのが「何をやってるんだ!」と「こんなことしちゃダメだ!」って言って。 もう全然違う治療方法を急に始めてですねなんかこの,この人たちは今から最高の人生がやってくるんだって言って言うわけですけどもう最初は看護婦とかもなんか来るとおっさんやってきたみたいな <laughs> そういう感じでしたよねもう今に吠え面書いて出ていくわよとかって言ったわけですけどこの先生がもうそんな看護婦とかね上司とか同僚とか関係なくもうバンバン来るんで <laughs>。 うん、ものすごいパワーであの先生いつ寝てるんやっていうぐらいこれどうなってるんですかっつって後半はふらふらしましたけどね <laughs> かなりね動きすぎちゃってねだってもうし一つで揉めてましたからね <laughs> なんだこのし瓶は <laughs> って言ってゴムのし瓶を人間らしいゴムのものをって言ってですよ木のやつって <laughs> いやあれは殴るやつやからし <laughs> 瓶はだいぶ違いますよ <laughs> しかしまあそういうのをねどんどん言っていくとやっぱり武士とかね送られてくるんですねあの『ショーシャンク』の空にどころじゃないぐらい推しの強い男ですよ。あれはね毎日毎日手紙書いてますって言ってねある時こう本がねごそっと送られてきてレコードも来てわーいって話ですけど違いますよ。ももううこのの人はもうすぐ列車乗ってねあの 軍人のところに行って、これ、どういうことですか人間遅れて、あなた言いましたねとか言って、グーって言うから、あいやあ、やってんだけどね、何もやってんのと同じだ、私に口をつむげっていうことが、ガッコーンとかってやりますから、もうしゃあないなっていう、<laughs> 送ったろかってなりますよね,ね。もうこういう、私も全然予備知識なしで、少しあらすじ読んで、あ、これは評価もね、これ見てもらうと、もう星が5つになってるんですよ。はい、これはちょっといけるなと思って。 始めたんですけど、まあ、まあ、B. B. C. のこれドラマでやったのかな、これ映画。そうなんですか。これドラマなんですか。多分ね。まあ、なんか、あの、やっぱり第二次大戦、第一次大戦の時はもう、このね、あの、体が負傷した人に関してのケアっていうのは、もう、本当にもう、顧みられてないんで。うん。まあ、大戦でやっぱりね。後に、こうやって、心と体のケアっていうのがまあ、この話っていうか、まあ、時代もそうだったと思うんですけど、まあ、これがい。 ね、これが始まりになってようやく、あのー、体が損傷した人もちゃんとこうやってリハビリをして、でまた元の生活に戻してあげるってことに関して意識が高まったって意味では、なんか改めてこうやって見せられるとやっぱ、もうこういうことすら昔はやっぱり意識がなかったんだってう驚きからだからしかもそれも高々、本当まだ100年と経ってないもいですからね。 もうちょっとね損傷してるからって,って動かしちゃいけないっていう意味で砂を引いた顔置きみたいに人を入れてまず運び込んだりとか、うん、そこにまず切れてましたからね <laughs> で全然もう体を動かしちゃいけないからって全身石膏で固めて、うん、動かさないいやーちょっとこのね先生言ってくれてよかったと思いますよだからだからそれ石膏をねバコンってやることによってな体が痛くなってくるんですよね <laughs> 痛くなったらじゃあ転がせってお前は要するにねあの寝たきりでこうおかしくなっているやつと一緒じゃっってぐーって2時間起きくない眠れなくなるよっ言ってもぐーって返されていくんですけどね床ずれじゃこれをっつってぐってやられるからあれはそれを言うことをなんかブーブーブ,ーブーみんな文句は言って最初はなんかもう俺たちだってダメなんだよっていうのがこうやっていろいろとやっていくことや諦めた若者とかねあれが車やって、うん ちゃんと外行ってまってこうやって第一歩踏み出すみたいなまあう、ね、もう本当に何にもひねりはないですけど、うん、実はっていうところってやっぱりあのフレッド・ジネマンの男たちっていうのもねマーロン・ブラウンが主演でまた,、はい、またあの体が下半身がこう麻痺してしまってでまあそれ,で、まあ、それがだんだんとあのお医者さんとあと婚約者かな、うん、そのなん努力でだんだんとこうやってもあの普段の生活に戻ろうとして努力するっていう映画もあるんですけどやっぱり、はい それはもう最初からやっぱり、なんかもっとある程度、状況が改善されてる状態からあ,あなるほど,なるほど <laughs> これはもう本当に始まりですもんね、ま、そういうことの、うん。そういう考え、もうこいつらは生きてるだけで、まあ申し訳ないけど、うん、もうこのままで終わりだねっていうような、うん、もうだから、できるだけ外にもう目に触れないようにして、うん、彼らも,もう当たらず触らずで、そのまま静かにもなくなってもらっても仕方ないなぐらいの考えのところからスタートしますから。そそうでですね本当にそんな感じでした まああのーまあ、これはもうあんまりね、くど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 、正直言ってあれがこうで、これがこうでってもね、よりはちょっとまあ普通にこう手軽にポチポチって入れるんです。うん、まあ、でただね、うん、僕はこれは全くあらすじも読まずに行きましたから、これの着地点って、うん まあ、ある意味、実話やからこそ、着地点が分かんなかったわけですよ。ひねりがないから、そのままドラマティックに何か進むかっつったら、本当に流れのままに、えこんなことになるのみたいな、まあ、このうちだけはさすがに言わないですけど、うんうん、だから最後、本当びっくりですよね。あえ何これがこういうふうになって今みたいな。そう,、ね、う,う僕もね、そういう系の仕事で警備したことありますから。 うん、それのすごくその元っていうのがここにあったのっていうのを全然知らなかったからなんかわかんないけども最後涙が止まんないですよ <laughs>。すげえなっていう、うん、あの現代になったら、まあ、こんなにあの理念を失ったイベントになってるのかっていう悲しいですけどね。まあやってる人たちの理念っていうのはそのままの残ってるけどそのだからそれをいじってる人たちですよねそうだから取り巻きがおかしくなっちゃったんですよね。 うん、でそれで俺感動すると同時にあこんなこんなこ,このこれからスタートしてるんだと驚きがあると時に寂しいねっての最後のあれですよね、うん、そうですねだまあこの先生はもちろん亡くなってるでしょうから、うんうん、まあこうなっていってるのは知らないでしょうけどね一、うん、回なんか東京のその前のオリンピックの時に来日してるとかなんか書いてあったかな、うん、あそうですかうんねドイツ人でまあ 何年もね、あのその自分の持ってる、えっと、医,医療理念っていうかその診察理念っていうのが、まあ、ドイツでは認められずに国が追放され逃げ回ってたような人みたいですよね。うん、でイギリスで結局そのうまくそういうのをね地位をようやく得ることができてまあまあ認める傾向にあったっていうのもありますけどその時代にも乗っかってこの人がうまくこうね そこの時代とともに進んでいって、自分の医療も発展していって、その後の医療の礎になったと。うん、また、これがね、あの、本当の話だからしかないけど、もうルードビヒ、ルードビヒ、グッドマンですからね。なんなん <laughs> え、ああ、なんか、なんでこれってすごいなと思って、なんか。 <laughs> で、またその男たちをね、勇気づけるためにね、すごい過激な女の人たちを呼ぶんですよね <laughs>。あの、すごい足上げて、こう、的をこう見せるような踊り子を呼んで、それ、それっていうのを見て、どうだって、反応するかみたいな <laughs>。ひどいよ、先生って <laughs>。 まあ今じゃね、問題があるかもしれないけど、まあ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 。いやいや、やってることあれですよ、コブラ会のジョニーと一緒ですよ、どうだって言って、<laughs> エルホンダーバー立てるかって言ってるのと一緒のことやってますから、<laughs> びっくりしましたよ、グッドマン先生。何やってんねんと思って。うん、まあ、試行錯誤ですからね、あの時代は。そうそうそう、一個一個ね、<で>試しながら自信があってやってるけれども、本当にどうなるか分かんないでしょうね。うん。まあ、でも実際、あああいうので、こう、意思をね、<laughs> 持つっていうのはやっぱ大事なことなんやなっていうのはあれを見てもかかりますからね、うん、非常にこう腐ってた男がねもうどうせ嫁と会っても「俺はどうせ」ってずっと言ってたけどじゃあ嫁のところにバス乗ってブロロって言ったら次生き生きして帰ってきましたからね <laughs> <laughs> 大丈夫やったっつって <laughs> やっ「やったやったよ」ってお前らもああ、ね、お前らもまあなんか「早く彼女見つけろや」とか急に言い出しますから。<laughs> <laughs> まあ、あの、まあ、言ってみれば、グリーンマイルのドトムハンクスみたいな感じ。そうそう。本 <laughs> 当 <laughs> <laughs> ね、なんやねんって話ですよ。うん。ま<や>、まあ、いや、本当にいい映画です。はい、なので、まあ、何の予備知識もなしに見る方がよりいいですし。うん、っていうところだけが、まあ、言いたいかなというところでございます。はい。はい。ということで、ドンパキさん、ありがとうございました。